はい、皆さん、本日、ご参加いただきましてありがとうございます。レック専任講師、弁護士させていただいている森と申します。よろしくお願いします。はい、で、今日はですね、私の方から、私の自己紹介と、あとは、私の体験談を含めて予備試験というものの説明とですね、あと私の方で開講させていただく講座の説明といったものをですね、させていただこうと思っております。その中にね、今後皆さんの勉強に役立つ話っていうのもちょくちょく混ぜていけたらと思ってますので、よろしくお願いします。じゃ、まずですね、私の自己紹介ということで、ちょっとパンフレットの共有からさせていただきたいんですが、そうですね、じゃあ、私の自己紹介の中身っていうのは、ちょっと待ってくださいね。このパンフレットのですね、40ページに、こんな感じで個々の教師が紹介されていると思うんですけども、ここに簡単にプロフィールを書いてあるんで、ここからちょっと説明していきたいと思います。で、私は早稲田大学法学部を卒業しまして、今は弁護士をしております。今も弁護士ですね。実務家として弁護士、東京都内の事務所でやらせていただいております。で、大学中、早稲田大学いるときは、私別に弁護士を目指そうとか、司法試験受験しようとか思ってなかったんですね。ただ、大学自体はですね、首席で卒業させていただいておりまして、レクとしてはここを売りにという感じでさせていただいているところであります。で、また大学中にですね、独学で、TOEIC 925点であったり、気象予報士の資格も、気象予報士の試験もですね、合格していたりとですね、ちょっと資格で合格するというのを得意分野としておりますので、この辺のコツっていうのも紹介していけたらと思っております。でも、こういう経験をもとにですね、試験で点数を取るコツっていうのを自分なりに編み出していて、でも卒業後はですね、それを生かすということもあって、学習塾の方で勤務しておりました。なので、基本的に法律と全く関係ない仕事っていうのを中心にやってたという形になります。で、ただですね、ちょっと他の仕事にもしてみようかななんて思ったりした感じでですね、学習塾っていうのはですね、ずっと続けるわけではなくですね、ちょっと司法試験っていうのを受けてみようかなと思って、そこから司法試験受験開始したと。言っても、後で詳しく説明しますけども、いきなり司法試験受けれないので、まず予備試験から受けて、司法試験受けてという形で今に至ると。今に至ると言っても、その前にですね、当然、修習を受けて、弁護士として、実務経験を経て、で、今に至るという感じで、今はこうしてレックで講師を務めさせていただいているという流れになっております。で、この中でいくつかピックアップして、ちょっと自分の紹介をするとすると、なんで私はじゃあ大学を首席で卒業したのかっていう話になるんですけども、首席で卒業する条件っていうのは、基本的には試験の平均得点ですね。これで決めるものですので、これが高かったということになるんですが、なんでこれ高い点数を取れるのかっていうと、まずは試験でどうやったら点数を取れるかっていうのを考えながら授業を受けるとか、そういったところが私基本的にはありましたね。司法試験と違って、学部の法律の授業っていうのは、そのが、あの教授が授業をして、その教授が基本的に作って出題していると思うので、その授業で扱われた範囲から出ると考えていいと思うんですよね。司法試験だと、どんな判例が出るか分かんないわけですよ。だから、すべての判例網羅しなきゃいけないかっていうと、それは当然不可能なので、ある程度当たる、当たらないってなるんですけど、学部の試験だと、扱ってない判例、基本的に出ないんじゃないかなとかっていうのは思いますよね。出たらもうそれはしょうがないですよ。そういうところで試験範囲に当たりがつきますし、試験の傾向ですね。事前にこの教授ってこういう試験モデル出せようとかっていう情報が分かれば対策も組めるので、そういうふうに対策すれば点数取れるし、あと大学の受験っていうのは、大学の科目っていうのは、あれですね、法律科目以外も出るじゃないですか、一般教養とかって。そういうのを自分が得意だったっていうのがあるんで、得意だったからこそ、ちょっと TOEIC の925とか、気象予報士の試験とか合格してるっていう、法律関係ないところが自分の得意だったっていうのを、そういうのはもう相まって、続けて卒業できたのかなというところになるんですね。TOEIC に関しても、基本的にはもう過去の試験問題、TOEIC は非公開なんで、過去の試験問題というか、公式問題集とか分析して、どういった勉強すれば高い点取れるかなとか自分なりに考えて、別に海外に行った経験は一切ないですから、パスポートすら持ってないので、英語を流暢に話せるかというと話せないですね。正直、L と R の発音もよく分かってないんですけども、多少は分かりますよ、もちろん。でも、厳密には分かんないんですけども、それとは関係なく試験に点数を取るコツっていうのは別にあるので、それはそれで自分で研究したし、気象予報士試験もなんか面白そうだなと思って、ちょっと受けてみて。理科系の勉強好きだったっていうのがあって、取らせていただいたりとか、これも1年程度の勉強で気象予報士の試験も合格私してまして、そこにも勉強のコツっていうところがあるので、伝授していけたらなと思っている感じです。
私の自己紹介はこの程度にして、ちょっと予備試験というものがどんな試験かというのをちょっとですね、説明していけたらと思っております。これですね、予備試験。で、予備試験というのは、司法試験を受けるためには、法科大学院卒業か予備試験かどちらかが必要ということになるんですが、その法科大学院以外のルートですね。で、ここに書いてあるのは、2023年からの試験制度ですかね。日程が変わるんですよね。で、2023年からは、担当式が7月で、論文式が9月、口述が1月という予定になっているということで、ここで紹介しているんですけども、私が最初に予備試験受験したのは、もう平成の27年でしたかね。その時は担当が5月で、7月が論文、口述が10月だったんですけども。で、予備試験のメリットって何かっていうと、まず1個は合格、単純に合格したことによるブランドなんですよね。私も実際、司法試験合格した後に就職活動とかもしてるんですけども、やっぱ予備試験合格っていうのは非常に価値はあると考えてもらっていいと思います。それだけ非常にいい方の評価に働くっていうイメージですね。履歴書に単純に書けますからね、予備試験合格って。なんでブランドになるかっていうと、やっぱりね、合格率が低いんですよね、圧倒的に。司法試験は今年とかだと 40% ぐらいだったんですかね、合格率が。ただ、予備試験の方が 4% とかなので、非常に、パーセンテージだけ見ると難しいんですよ。内容がどうかというのはまた別の話ですけども、パーセンテージ的に難しくて、なので非常に数も少ないんですよね、予備試験合格者の数自体が。だからそれはもう本当にブランドとしてあるので、それは合格するっていうメリットは非常に大きなものがある。だから逆に言うと、法科大学院に行っている方も、法科大学院と並行して予備試験を受けるっていうのは大きなメリットがあると思っております。で、次にですね、単純にこれ、受かった人だけのメリットですけども、受からなかった人にも実はメリットがあると思っていて、何かっていうと、予備試験を受けるっていうのは、司法試験の予行演習になるんですよね。これ結構大きなメリットで、どういうことかっていうと、ほとんど予備試験受けてない人っていうのは、司法試験が一番最初の本番の試験なんですよね、公式な、模試とか除けば。予備試験受けてる人は、それを1年前に経験してるわけなんですよ。で、これは非常に大きなアドバンテージだと私は思っていて、本番の雰囲気とか緊張感とか、なんていうか、会場に行って説明聞いて、で、受けるっていう、そのリズムとかやっぱ体感できるんですよね、本番の緊張感で。それは非常に大きくて、特に論述とかって、やっぱ実際そこに与えられた紙にパーって書くわけですけども、こういう紙に書くんだとかっていう書き心地とかもあるじゃないですか。そういうのとかも非常に本番の司法試験と近い形で経験できるので、非常に受ける価値がありますね。変な言い方ですと、司法試験本番の模試とかをいくつ受けるよりも、これ1個受けた方が、経験値としてはいいんじゃないかと思うぐらいです。実際飲み物の飲み方とかも説明あるんで、こんな感じで飲み物飲むんだなみたいな、どういった飲み物が許されて許されないとか、そういうのあるので、そういうのは実際に経験できるっていうのは大きいですよね。で、私も、なのでと言いますか、司法試験はまず予備試験から受けたわけなんですけども、私の場合は、大学もとっくに卒業してて、で、今更法科大学院行くのもなっていうのはあったんですよ。やっぱりお金もかかりますし、通学しなきゃいけないしっていうのがあって、ちょっとそれが嫌だったっていうのが一番大きな理由ですね、予備試験受ける。で、私も、別に絶対にどうしても弁護士にならなきゃいけないっていう状況でもなかったので、予備試験ダメだったら、それは諦めようぐらいの気持ちもありましたね。ただ、法科大学院に行くとね、もう後戻りできないわけですから、そこの違いはありますけども、そんなこんなで私はですね、予備試験を受けようと思ったわけですし、皆さんもぜひ予備試験というのを受けていただきたいのかなと思っております。で、予備試験の内容なんですけども、ここに書いてある通り、担当っていうのがまずあるわけですね。で、私はまず、これ、私の時は1月ぐらいに出願するんですよ。だから、この多分、今の時期は多分違うと思うんです。今のというか、2023年度から出願時期も変わると思うんですけど、私の時は5月に担当があったんで、1月に出願して、で、出願してから本格的に勉強を始めた感じなんですね、私の場合。予備試験の。で、そんなことしたって、1年目受かるわけないじゃないですか。で、私、1年目受かってないんですよ。1月に出願して、5月担当、7月論文で受かるわけないんですけども、それはなんでそれでも受けたかっていうと、それはもう本番の雰囲気を体現するっていうのが大事だからですね。自分がいろんな資格試験を受けて、実際に経験した、まずテクニック、その1ですね。
私、TOEIC も10回以上受けていると思うんですけども、受けるためにあの受けた経験というのは次に生きてくるんで、受けて、あ、こういうところが本番でつまずいたなっていうのを次に生かせるわけですね。TOEIC って年に何回もあるから、やっぱ受けまくればいいんですよ、ああいうのって。で、司法試験は年に1回しかないので、受けまくるってわけにいかないんですけども、まあ、もう出願できる試験、予備試験に出願できるんだったらもうすぐ出願して、とにかくもう受かる受からない関係なく、もう試験体感しようと思ったっていうので、私1月出願したんですね。で、その次、その年の5月に担当があって、これ私無事合格したんですよ。あの期間短かったですけども、担当合格っていうのも念頭に置いて、やりました。担当さえ合格すれば論文はもう絶対合格なんですけども、まあ、それはしょうがない。ただ、論文の雰囲気を経験するできるのって担当合格した人だけなので、そういう意味では絶対担当合格しないといけないんですよね。担当合格しないと論文の雰囲気経験できないんで、落ちてもいいから、担当受かって論文落ちてもいいから、とにかく論文の試験を経験したかったっていうことがあって、とにかく担当の勉強して、まあ、実際合格できたと。で、じゃその短期間にどうやって私が担当合格したかっていうと、基本的にはもう過去問演習です。担当は基本的に過去問演習すれば、基本的には皆さん突破できます。特にテクニックとかあんまりいらないので、担当に関しては。論述の方で非常にテクニックがいるんですが、それはまた後でお話しするとして、担当はですね、本当に過去問を愚直にやれば、潰せば、まあ、合格水準には達すると思います。なので、私も、まあ、短い期間でしたけども、とにかく、まあ、基本知識を復習した後に、担当の試験を、担当の過去問をとにかく解いた。で、基本知識の復習と担当の過去問演習、どのくらいのバランスでやればいいのかと。どれくらいの基本知識があれば担当の過去問演習やるのが得策かっていうと、担当の問題文及び解説を読んで、意味が分かればもう担当の過去問演習やっていいと私は思ってますね。答え分かんなくていいですよ。問題文聞いて、ああ、こういうこと聞いてるんだって意味が分かるレベルであれば、もう担当の実際の過去問をどんどん回していく価値はあると思うので、もうその水準に立ってるよって人は、どんどん担当の過去問やったらいいと思います。予備試験に限らず、司法試験も含めて。担当の過去問なんて山ほどあると思うので、どん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 潰していって、今から潰しまくっていかないと、到底間に合わないぐらいの感覚でいてもらっていいと思いますね。どんどん潰していくと。で、おすすめは、担当の過去問のおすすめっていうのは、体系別になってる方が私はおすすめですね。年度別とかじゃなくて。民法の最初からみたいな感じで、体系別にやっていく方が私は個人的にはやりやすかったですね。で、そういうのだと、まあ、直近のやつとか載ってなかったりすることあるじゃないですか。例えば、令和4年の担当を受けようってなった時に、令和3年のものはそこに載ってない。だったら、令和3年のだけ置いといて、最後に確認で受けたりして、あ、それで合格水準超えたなみたいなの使えばいいかなって思いますね。で、そうですね。で、あと予備試験の場合、担当はまあ7科目プラス一般教養っていうのがあると思うんですけども、一般教養の勉強の仕方を言いますと、まあ、これ人それぞれです、正直なところ。得意不得意があると思うので、それによってだいぶ変わってきますね。で、私の場合は一般教養得意でした。というのも、さっきご紹介したように、まあ、英語の勉強も得意なのが分かると思うんです。TOEIC の試験を受けたりとか。で、気象予報士の資格も持っているので、まあ、理科系の科目もある程度得意ということで、非常にここは点数取りやすくてですね、私の場合はまあ8割ぐらいは担当で取れるっていう見積もりで受けてました。実際にまあそれぐらい取ってたので、ここの8割ってだいぶでかいんですよね。そこでやっぱ担当の、戦略って変わってきますね。というのも、担当は60点満点なんですよね、一般教養が。で、他の法律科目って30点満点の倍あるんですよ。担当一番配点でかいんですよね。で、60点の8割って、大体っていうか、計算したら、60×0.8 なんで48点なんですよね。6は48で。で、半分しか取れない人って30点なわけですけども、18点は差が出るんです、そこで。で、他の法律科目って60点、あ、30点満点ですね。で、6割取ったら18点なんですよ、法律科目1個。ってことは、もう一般教養が5割か8割かで、法律科目1科目の大体の点数ぐらいの差があるんですよ。大体法律科目取れるの6割ぐらいの人が多いと思うんで、まあ、それ以上取れる方がいいんですよ、もちろん。でも6割ぐらいが多いじゃないですか、それぐらいの点数分布が。そうなってくると、やっぱだいぶ違ってくるので、対策できる人はした方がいいと思います。で、じゃあ、どういう対策するのがおすすめかっていうと、もう膨大な量あるんで、試験範囲が、全部対策無理ですね。ただ、まだ、一般教養の過去問、予備試験受けるつもりなのに見てないという人は、ぜひね、見てください、実際に。
で、その中から自分の解ける問題を選んで回答できるんですよ。20問だったかな？ 20 問で1個3点で60点だったと思うんですけども、で、自分だったらどれ選ぼうかって視点で1回見てください。私は全部見ました、過去問、その時に見れるものは。で、自分が解きたいなと思う問題は全部解きました。時間かけてでも解きました。で、そうやって、あ、ここを取れそうだなっていうのをある程度見極めて本番に臨むって感じでした。でね、いくつか紹介しますと、例えば去年、あ、今年か、令和3年だから、令和3年度の担当の過去問私見たんですね、一般教養。でね、まだ見てない人、ぜひ見てほしいんですけども、問いの18とかはですね、ぜひ皆さん解けるようになってほしい、問いの18。ぜひメモしてほしいんですけども、令和3年の過去問の一般教養の問いの18は、これは論理的思考を問う問題で、特に知識は必要とされてません。で、こういう問題はよく出るんですね、担当の一般教養で。で、試験の問題内容言いませんけども、言ったら皆さん自力で解けなくなるんで、解けてほしいです。で、答えはホームページに載ってるんで、答えの選択肢は分かるんですけども、まあ、解説まで載ってないんで、ただ、これは解けてほしいなと、ね、こういうところで点数を落とさないでほしいと思ってます。で、あと、もう一問、まあ、これ皆さん解けろってわけじゃないんですけども、私、令和3年の担当を見て面白いなと思った問題があったんで、これ紹介しますと、33問なんですね。第33問。どんな問題かっていうと、赤道上に立っている高い塔の上から物体を静かに落とすと。わかります？地球の赤道上の高い塔があったとして、そこから物を落とすんです。で、それがどこに落ちるかっていう問題なんですよ。選択肢から選ぶんですけど、これ、普通に考えたら真下に落ちると思うでしょ？誰しもが。当然そういう選択肢もあるんですけども、真下に落ちるが答えだったら、そんな問題出すかって思いません？ですよね。で、これ、まあ、今私別に答え言いませんけども、言いませんけどもっていうのはそういう趣旨の講座じゃないので言いませんけども、まあ、答えは私は分かるんですよ。分かったんですよ。なんでかっていうと、私、気象予報士の資格持ってるので、気象予報士で勉強したジャンルなんですね、これね。では、もし、この問題の答えと解説を知りたいという人がいれば、まあ、教えますけども、まあ、そこそこ高度な話になるので、まあ、ここでは割愛します。ただ、そういうふうに、いくつか探せば、歴史の問題とか、いろんなジャンルの問題があるんで、自分でも解けるなって問題を見つけて、そこに絞ってある程度戦略を練ると。で、その上で、あ、じゃあ、これ何割ぐらいの得点になるかなっていうのを絞った上で、あとはもう法律科目をそう逆算して何割取ればいいかっていう戦略を練る必要があると思います。そうですね。でも、私の体験談をもう少し、予備試験の体験談話すとですね、私結局、予備試験3回目でようやく合格したんですよね。1回目は当然、さっきのスケジュールだったんで合格できなくて、2回目はね、本気で合格したかったんですけど、やっぱ合格できなかった。で、3回目にやっと合格できたって感じなんですけども。で、その中の体験なんで、私ね、2回目の試験落ちるまで、特にテクニックとかそういうの意識してなかったんですよね。どうやって答案書けば点数来るかっていうのを意識せずに。まあ、学部時代に法律科目の勉強はもちろんしてて、それで首席で卒業できるぐらい、まあ、やり込んではいたんですけども、それとやっぱりね、司法試験、予備試験っていうもので点数を取る方法っていうのは全く別物で、私自身、学部時代に一切そういうの意識してなかったわけですから、司法試験受験するって頭がなかったので、そういう知識ゼロで独学でやっぱ臨んでしまうと、やっぱこれはね、受からないですね。いくら知識を詰め込んでも結構合格難しいです。なので2回目落ちたんですけども、じゃあ3回目にそれに自分で気づいて合格するに至ったわけなんですけども、なんで気づいたかっていうとですね、私、まあ、平成27年です。最初受けたのが。7年に受けたの時は、もう当然ボロボロだったんで、なんていうか、全然参考にならなかったんですけども、平成28年に受けた時ですね、まあ、そこそこ知識もついてるから、ある程度評価が分かれるわけですよね。自分の答案の評価、返ってくる評価が。いいのもあれば悪いのもある。で、その時に、自分の中で体感として試験を受けてて、民法の科目っていうのがですね、あ、民法の科目っていうか、民法の論述試験が、全然分かんなかったんですよ。何？そこで問われてる論点の知識がなくて。で、逆に刑法っていうのは、あ、これもう自分勉強してある程度もう答え分かるわと。この条文が適用されるし、この論点でしょみたいな分かったんですが、実際に返ってきた評価がですね、刑法ですね、そんだけ分かって自信持って書けたのに F だったんですよ。F って最低のランクです。めっちゃショックでしたね。F？ あんな分かったのに F？ みたいな。で、それよりもっと驚いたのが、全然論点分かんないなって書いた民法が A だったんですよ。ちょっと信じられない。
なんか間違えてないかって思ったぐらい。まあそんなわけないので、間違えてるはずがないので、その返ってきた評価が。で、そこで、なんか私が考えている点数の入り方と実際の点数の付け方、絶対これ違うなって思った。絶対違うんですよ。知識があって解けるはずの問題が F で、知識がなくて解けないって苦し紛れに書いてるのが A なんて、絶対なんか勘違いしてるんですよ。で、それに気づいて、それを探そうと思って、その翌年まで、それを探す1年を経て、その翌年、まあ、晴れて合格したということなので、まあ、それじゃあどういう違いがあるのかっていうのもこれから話していくわけなんですけども、まず、ここにもですね、予備試験受ける大きなメリットあるんですよね。気づいた方もいると思うんですけども、自分が書いた答案の評価がダイレクトに返ってくるんです、ABC で。今、ABCDEF でね。それはね、すごい価値がありますよ。こういうの書いたら、どれくらい点数評価されるんだろうなって、本来であれば本番で、ね、司法試験の本番で知らされて、で、それで反省踏まえてまた来年になるわけですけども、その1年前に予備試験のその経験ができるんであれば、多分絶対受けた方がいいですね。ああいう書き方だといい評価来るんだ、ああいう書き方だといい評価来ないんだって、自分の答案での評価来ますから、それで、私みたいに修正して、軌道修正して勉強方法を変えて合格っていう、翌年合格っていう期待も持てるんでね。で、私この方法を、なんていうか、いい点数取る方法を研究するために、まあ、過去問分析したりとか、合格答案とか市販されてるもの分析したりとか、めっちゃ頑張ったんですよ。で、まあ、それで自分なりの、こう書けばいいのねっていうのが分かったから、その翌年に合格するわけですね。じゃあ、それは何かっていう話なんですけども、それですね、まず、まあ、司法試験で当然知識問われるわけですね。で、知識は当然入れなきゃいけない。で、それプラス、やっぱ点数の、まあ、取り方の技術、どういうふうな書き、どういう書き方した方が点数取りやすいっていうのがあるんですね。で、それは何かっていうとですね、まず、採点基準を意識しましょうって話なんです。つまり、それ、じゃあ採点基準をどうやって意識すればいいかっていうと、それは、司法試験の採点実感とか、出題趣旨とか見れば、分析できるので、それで私分析したんですね。これ読んでない人は絶対読んでくださいね。法務省のホームページに公開されてるんですね。で、それで、おおよその採点基準分かるんですよ。問題文と、出題趣旨とか見比べれば、あと合格答案とか見比べれば、あ、こういう問題文出たときって、こういうふうなものに触れとけば点数くるんだな、みたいなの分かるんですね。で、それ研究した。ちなみに、今予備試験って、一般教養の論述ないわけですけども、選択科目になっちゃったんで、私の時選択科目は逆になくて、一般教養だったんですけども、一般教養も私研究して、あ、一般教養ってこういう問題聞かれたら、こういうふうな型で書けば評価高くなるんじゃないって自分なりに 見抜いたつもりなんですよ。翌年実際やったら翌年 A だったんですよ、一般教養。でもなくなっちゃったんで関係ないんですけども、一般教養なんて基本的には論述なんてどう書けば点数くるのか分からないとか言われていることが多いと思うんですけど、それですら分析すれば自分なりの答えが出たんで、法律科目なんてそれよりもはるかに分析しやすいですから。なので分析まずすると。で、問題文読むとそこに出てくる事実の書き方を見れば、わざわざこんな書き方してるってことは、ここについてこういうふうに触れれば、点数つけるっていう趣旨だなっていうのはなんか分かるようになってくるんですね。で、それを分かるためには当然過去問の分析いるし、あとは知識としては基本的な論点や判例の知識もちろんいりますよ。で、あ、ここって判例でああいうふうに問題になった事実とちょっと似てるなとか、そういう、ところで、まあ、その採点基準見極めるんですけども、そのためには、まず、判例とか読むときに、司法試験だったら、この判例のここつくなっていうのを意識しながら読まなきゃいけないんですよね。で、当然それを意識して読むためには、逆に言うと、司法試験っていうのはこういう採点基準で、こういう感じで出題されてるっていうのを理解して読んだ方が効率よく判例も読めるんです。法律の本とかも含めて全部です。そこはもうお互いもうリンクしてるんですよね。そういうふうな勉強を1年続けることによって、まあ、翌年合格できたと。で、例えて言うならば、例えばですよ、私が、まあ、平成28年刑法を受けたときに、放火の問題出たんですね。これ私、F だった答案なんですけども、で、聞かれてる論点とか大体分かったんですけども、なんかやっぱ事実の書き方がやっぱ良くなかったんですが、例えばね、その司法試験の問題、予備試験の問題の刑法の問題文の中に、まあ、建物が木造っていうふうに書かれてる描写があるんですよ。木造建築物みたいなね。
で、わざわざ放課で木造って指定してるってことは、これ絶対触れたら点数来ると思いませんか？私はその時に、実際受けてるとき思わなかったと思うんですね。記憶甘さだかじゃないんですけども、そういう採点基準がどうとかっていう発想で問題も読んでないから、ああ、木造か、じゃあ火つくなぐらいのパッて流したんですけど、わざわざ木造って書いてるんだったら、木造ってことを答案に指摘して、で、木造だから燃えやすいんですよね。誰でもわかるでしょ、それぐらいは。それを書けば、もしかしたらそこに1点の配点があったかもしれないです。わかんないですよ、実際のところは。でも、そういう問題の読み方してなかったんですよね。今読めばもうすぐ思うんです。あ、木造って書いてる。あ、じゃあこれもう燃えやすいってどっかで指摘するんだな。で、その指摘する場所っていうのは問題文の構造で変わってきますよ。刑法だったら実行行為、結果、因果関係、故意とあるわけで、流れがあるわけで、そのどこの場所でどう書くかっていうのは、それは問題文の書かれ方と、あとは、論点とのバランスで、それは決めなきゃいけないけども、少なくとも、木造だから燃えやすいっていう、この単純な一文を入れれば点数来るなってことは、今だったらわかる。それはあとはどこに入れるかの問題だけっていう。で、これの意識とかなく解いちゃってたから、私は全然刑法で点数が来なかった、その時。で、民法はなんで論点わかんないのに A 来たかって、今思えば今の予想なんですけども、論点わかんなかったらどうするかって苦し紛れで書くしかないんで、問題文に書いてあることをまあ分析して、この当事者から見たらこういう不都合があるよね。でもこういう不都合だとまあ法的に考えたらこうだねとかってわかんないなりに書くしかないじゃないですか。知らないんだから論点。それやったらたまたまいい評価来たってのはどういうことかっていうと、そういう書き方したら点数来る採点基準だったんですね。今考えれば。当事者の立場からこういう主張したいけども、そういう主張しようと思ったら、こういう問題点が出るよね。で、そこから論点の話いくわけじゃないです。で、そこから僕知らないわけですけども、そこに至るまでの道筋に結構点が振られてる可能性があったと。だったらそれって論点知らなくても書けるんだから、それはテクニックで書けるでしょって問題文見て、評価して。っていう感じで、まあ、ざっくり話すとこんな感じなんですよ。採点基準を意識するっていうのは。で、私は、なので、まあ、それを研究した後に、司法試験を解くときの解き方として、まず問題文を読むと。で、問題文を読んで、普通は問題文を読んで答案考えると思うんですけども、そうじゃなくて、問題文を読んで、まず採点基準を考えるんです。あ、この問題文だったら、こういう採点基準になってるんだろうなって。つまり、試験、点数をつける人が採点基準かなんか手元に持って、それを見ながらこう照らし合わせて多分点数配点すると思うんですけども、予想ですよ、実際のことを知らないので。その試験官、あの、かん、あの、採点官に配布されてるだろう採点基準を予想する。で、例えば、木造って書いてるから、木造だから燃えやすいって書いてれば1点とかって書いてるのかなって、そういう採点基準を問題文から予想して、じゃあこういう答案を送れば、ここの採点基準に点数来るなっていうので、自分の中で考えて、まあ、それに基づいて答案を作っていくと。だから、問題文答案じゃなくて、問題文採点基準答案っていう、そこにワンステップ挟むだけで、答案のクオリティがぐっと変わってくるというところなので、まずそれどうやって分析してるのかっていうのも含めて、まあ、入門講座なので、過去問分析とかする講座ではないんですが、まあ、そういったところも適宜触れていけたらなと。こういう論点だったら、こういう感じで出題されて、そういう時こういうふうに採点基準になってるよね、みたいな。あ、予想ですよ、もちろん。予想なんですけども、実体験で、まあ、成果が出た予想なので、ある程度それを信じてもらう前提で話していけたらいいかなと思っている次第なんですね。で、あとは、まあ、あと、ちょっと体験談もう少し話させてもらうと、私の時にさっき言ったみたいに、予備試験の、選択科目なかったので、で、まあ、口述がその時10月だったのかな、私の受けた、合格した年は。で、口述の11月が終わってから、翌年の司法試験5月までの間で、私、ゼロから選択科目勉強しなきゃいけなかったんですよ。で、私、倒産法を選んだんですけども、まあ、倒産法が知ってたからじゃないですよ。私、選択科目全部大学時代も勉強してない選択科目ばっかりで、全部知識ゼロだったんですけども、まあ、自分の中に過去問バーって見て、なんか合いそうだな、相性良さそうだなと思ったのが倒産法だったから、それ選んだと。で、そこからゼロから勉強して、5月の試験、本番迎えるわけですけども、まあ、選択科目ってね、ABC つかないんですよね、評価が。でも、点数見た感じだと、非常に合格水準を軽く上回ってるような点数が来てたんですね、その選択科目に関しては。で、その、まあ、短い期間ゼロから勉強して、なんでそんな負担期間でできたか、勉強できるようになったかというと、それはもう当然、採点基準を意識した勉強をすることで効率が飛躍的に上がってるからです。
法律科目勉強する上で、採点基準を意識せずに、あの難しい法律の理屈を勉強するのと、こういう採点基準だから、この分野っていうのは、ここの部分を暗記しておけば、まあ、あとは応用、こうまあ自分なりに問題文に合わせて応用すれば解けるなとかっていうのがもう分かってる状況になってるので、それで勉強すると非常に楽で省エネなんですよね。採点基準を意識せずに勉強するのって非常に苦痛なんですけども、まあ、それはもう全然違いますね。で、ちょっとずっとこの画面でしたけども、でもこのルートと今関係ない話してるんで、一旦まあこれ閉じましょうかね。はい。で、なので非常に短期間で、その、センター科目も対策できたと。で、口述受かってから予備、司法試験の論述本番まで別に選択科目ばっかり勉強したわけじゃなくて、他の科目も当然たくさん勉強したので、選択科目に割いた勉強時間はそんなに多くないんですよ、自分の記憶上。で、どうやって勉強したかというと、基本的には過去問演習と判例のおさらいです。判例100選とかがあって、それのおさらい。で、私は基本的に選択科目に限らず、過去問演習と判例100選、まあ、あと重要判例があればそれっていうの知識で、知識量としては乗り越えれる試験だと思ってます。それ以外の試験、知識量は基本的にはいらないのかなと。で、その理論に基づいて選択科目もその、応用でやってみたら、まあ、いけましたと。で、それだけだと当然分かんない問題も選択科目あったんですけども、実際の本番で。でも、それ過去問で得た知識と判例100選とかで得た知識で分かんないものは影響ないなって思います、自分としては。まあ、本来であればめちゃめちゃ重要なものが、それまでの過去問と判例100選で一切触れられてなかった、そしてそこが出題されたなんてことがあれば、それは大事ですけど、そんなわけなくないですか って思いません？これまで何年も過去問があって、100選で膨大な判例を覚えて、それで重要論点抜けてたってことはあんまないと思うんで、まあ、あったとしても基本的に私、入門講座でそんなのがもしあれば、入門講座で扱ってますので、まあ、基本的にそこはあんまり心配しなくていいと思うんですね。で、なので、選択科目の、倒産法、私、基本書とか1ページも読んでないですね、基本書は。1ページも読んでないというか、買ってもいないので、読むわけないんですけども。他の科目も基本的にそうです。基本書読んでないです。なんでかっていうと、基本書って私さっき言ったように、知識と点数の取り方の技術が大事だって話したんですけども、基本書には点数の取り方の技術について書いてくれてないですよね。だから読まないんです、私は。それ書いてくれてる本があれば、それ読んだ方がいいですよ。基本書に限らず。でもそれ書いてないから、あまり試験対策としては効果ないかなと私は個人的に思ってました。まあ、これはもちろん講師によっていろんな見解があるので、私の体験談ではそうだったってだけの話です。基本書を否定するつもり一切ありませんし、実際私実務でやるときは基本書を読んで実務やってます。実務は基本書にしっかり読み込まないとできないので。はい。ただ、まあ試験対策でいうと別に基本書を読み込む必要というのは私はないと思っていて、その代わり、採点基準の技術を分析して、それに基づいて判例100選と過去問をしっかりやれば、予備試験を受ける人も司法試験の過去問はぜひ解いてください。予備試験の過去問は、出題趣旨がちょっとしか書かれてなくて、あんまり分析の参考にならないんですよ。司法試験は出題趣旨と採点実感がめちゃくちゃ丁寧に書かれてるんで、これはもうぜひ読んでほしいと思いますね。これ読むのが一番の勉強です。はい。どんな対策よりも勉強になりますから。はい。っていう感じです。で、こういうふうに、じゃあそういうのを分析して、あ、こういうところが、採点基準でこういうのを書けばいいんだなってなると、膨大な、法律科目の量の中から、どこを暗記すればいいのかっていうことが、分かるようになりますんで、なので、暗記するポイントも自分で分かるんですよね。まあ、基本書読んでる人は別に基本書読むなっていうわけじゃないんで、基本書読んでくれていいんですけども、中でどこを暗記すればいいの、どのフレーズを暗記すればいいのっていうのは、それは出題趣旨とか採点実感分析して、採点基準を自分の中で作れば分かるんで、あ、この部分をまず覚えようと。優先的にたくさん書いてるけど、この部分は絶対に暗記しようっていうところが見えてくるんで、そうするとぐっとね、勉強絞れて、絞って勉強できるから、非常にね、やりやすいのかなと思います。じゃあ、この辺がですね、司法試験の体験談、テクニック的なところの話だったんですが、他にも話したいこといっぱいあるんですけども、ちょっと時間の関係で、一旦このぐらいにして、あとは私のクラスの特徴ですね。これについて話させていただきます。で、再び画面共有させていただきます。で、ここが私の、
クラスの特徴について書かれているものなんですけども、まあ、大まかにさっき説明したところが中心になるんですよね。つまり、入門段階からしっかり採点基準を意識して勉強しましょうよっていうスタンスで教えます。なので、当然法律知識を教えますよ。法律知識ないとそもそも何も書けないですから、知識がいらないと言ってるわけじゃなくて、知識プラス技術が大事なので、知識と技術を両方教えていきたいなと思っているわけです。で、だからここですね、ここに書いてある通り、法学部定期試験レベルから論文の書き方を伝授って書いてある通り、まずは、いきなり司法試験レベルの問題から入っても解けるわけないんで、まあそういう本当簡単な基本的なところから、こういう基本的な問題だったらこう書くんだよっていうところから入っていくわけですね。で基本的にはその積み重ねで、司法試験の問題も解けるようになるっていう理屈ですから、ここからやっていくと。で、皆さんがなんか受講、どういった講座、受講しようかなって悩まれているんであれば、ぜひ参考にしてほしいのは、司法試験の知識を教えるだけじゃなく、やっぱその点数の取り方っていうところに言及してくれている講座がおすすめですね。予備校に通うんだったら、やっぱそこが一番のメリットだと思います。皆さんは、自力でそれを分析するのは大変だと思うんですよ。私だって大変でしたし、私はもともとそういう分析が得意なんですよね。学部時代から試験を受け慣れてるし、その後は当然というか、いわゆる学習塾ですね。で、勤務していたわけですから、もともとそういう職業だったので、非常に得意なんです。だから私は自力でできたわけですけども、皆さんの場合はですね、なかなか自力でやると効率は悪いですから、私そこに至るまで2回も予備試験受験失敗して、ようやく3回目でっていう感じですから、皆さんが短期で合格したければ、そういうふうな、もうすでに、そういう、ね、ノウハウがある人から直接教わるのが非常に効率的なので、それで、そういったところをですね、伝授できればいいと思っております。で、あとは、なので基本的にはもうそこがメインの私のまあ講座なんですね。で、あとはもうその理屈っていうのをちゃんと具体例から教えますよっていうところ、これはもう基本的ですね。抽象論では分かりにくいでしょ。って話です。法律概念って。だから、具体例で教えていきたいなと。具体例っていうのは何かっていうと、まあ、試験で出るならこんな感じで出るよとか、ここについてはこんな判例があるよとか、判例知識って結構大事なので、判例知識がある前提で、やっぱ採点基準を作られてたりすることがあるので、そういったところも具体的な例に落とし込んで、理解してもらえるようにすればいいのかなと思っております。まあ、そこはやっぱ分かりやすく教えるかどうかっていうのは私の技術によりますので、まあ、そこはもう精一杯頑張りたいと思います。まあ、そこには私自信は持っておりますので、難しいところでもですね、まあ、比較的私分かりやすく説明できるんじゃないかと思っております。で、まあ、あとは、ポイントとしてはですね、講師と受講生の距離が近いと、まあ、そういった講義を、講座をですね、できればいいかなと考えています。質問どんどんしてきていただければいいかなと思っております。私の講義の内容に関してでも、そうじゃなくてもですね、司法試験の点数の取り方は何なんですかということでもいいですし、あとは、さっきもお伝えしたように、私、法律科目以外にもですね、一般教養の担当とかも結構得意なんで、そういったところの質問も全然歓迎ですね。一般教養の担当の中で、さっきみたいな論理的な思考が求められる問題とか、知識なくても解ける問題があるんですけども、まあ、わざわざじゃあそれの解説本を買うかっていうとね、それはコスパ悪いかもしれないんで、だったら自分でそこの問題ピックアップして数年分解いて、ちょっとわかんないところを私に質問しに来るとか、全然ありですから。あとは、公務員試験とか、もう考えている方の場合、公務員の担当とかで、そういう数学的な思考とか求められる問題とかあると思うんですよね。そういった問題わからなければ、全然質問してきてくれていいです。私、高校数学を教えてましたから、実際に。弁護士になる前にですね。高校は数3まで勉強してたんです、高校時代。大学文系なんですけども、数3までやってた、1A、2B だけじゃなくて、数3までやってたりとかして、数学も非常に得意科目なので、そういったジャンルの問題でも全然聞きに来てくれていいですし、まあ、あと、英語の問題とかも、まあ、トイックもね、私勉強してたっていうのがあって、全然いいですし、まあ、極論、トイックも、大学生でトイック向けたいって人がいれば、トイックの問題の持ってきてくれても、私自身は対応しますので、全然、そういった感じで、じゃんじゃん質問しに来てくれていいかなと思いますね。あと、さっきのですね、赤道の塔から落としたらどこに落ちるか気になるよって人は全然質問しに来てください。で、まあ、そんな感じでですね、ガンガン質問にも答えていきたいと思いますし、皆さんが質問できるような質問しやすい雰囲気作りと質問できる時間とを用意するということは私努力していきたいと思っているので、そこはまあ、ご心配なさらずにという感じですかね。
であと、試験としてはやはり入門講座になりますので、基礎から、ゼロからやっていきます。で、中にはもうある程度、自分で入門知識あるよという方もですね、おさらいしたいということであれば、全然受けていただいてもいいかと思いますし、その中でですね、司法試験の点数を取る技術っていうのを盗んでいただければ全然いいかと思いますし、あと、この講座の使い方の一例なんですけども、民法の講座から始まっていくと思うので、で、その中で、ある程度力がある方は、さっき言った担当の勉強と並行しちゃってもいいかなと思ってるんですよね。これは私の一つの案なので、どうするか皆さんにお任せするんですけども、例えば民法で代理まで扱いましたってなったら、体系別の担当過去問集とかで、代理までの過去問を、自分でその解いてみるとか。で、そうすると、非常に、なんていうんですかね、勉強したばっかで担当を解くって感じなんで、知識の復習になりますし、あとは担当っていうのはもう何周もしていいんですよ。何周もすべきなんですよね、本来は。なんで、担当の試験問題か早めにそう解くっていうのは非常にメリットありますし、あとは、そこで、つまずいたこととかあれば、私に聞きに来てくれてもいいと思いますので、そういった感じで、自習プラス私の講座というふうな使い方をしてくれてもいいかと思ってますので、そういった使い方っていうのもいいのかなという感じですね。なので、基本的には、初学者向けの講座にはなるので、対象は、そういった方なんですが、法律基礎知識から勉強したいという方なんですけども、そうじゃない方もですね、自分なりの使い方をしていただければ、価値ある講座になるんじゃないかというふうに思っているという次第ですかね。私からお話ししたかったのは、基本的には、今言ったところになりますかね。はい。ですので、私からの説明は以上とさせていただいて、あとは個別に質問を受けたりとかですね、あとはリクの職員の方からまた別途何かお話があると思いますので、ちょっと一旦ここで区切らせていただきたいかと思います。本日皆さん、お聞きいただきまして、どうもありがとうございました。